おい。俺の番ですね。おお、なんだなんだ、回ってる回ってる回ってる。必殺技状態なのかなこれ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。では、新作ゲームのコーナーですが、今回はアリアクロニクルという、なんかね、あの Steam の売上トップにもう発売された瞬間から、来ていた、皆さん気になっているゲームではないでしょうかね。はい、4月12日非常に高評価のゲームで、まあ、単性の RPG ですね。はい、1840円で、購入することができます。ではやっていきましょう。データを読み込んでいます。はい、ではやっていきましょう。はじめから。イージー、ノーマル、ハード。はい、じゃあノーマルでやっていきます。おー、なんかこの感じ懐かしいな。なんか JRPG って感じする。人を離れてからなんだか表情が暗いですね。うわー、もう音声ね、読まなくていい実況者泣かせ。まあ泣かせではないか。お使いできることは騎士にとって光栄なことです。すっげえボリュームのある鎧だな。華やかな都会を離れてラテブラみたいな田舎に行くのが嫌なんですよね。なるほど。ジェロム、余計なことを言っていないで。そういう都会っ子はいますよね。東京を離れて地方に行くのが嫌だみたいなね。私のせいで逆はね、いいんですけどね。地方から東京に出るっていうのは、あ、まあそれもな、勇気あるな。とんでもありません。勇気いることだからな。王家に仕えることは騎士にとって名誉であり義務です。それが王位継承者の巡礼の旅の警護となれば、なおさらです。なるほど。タマゲリアの伝統儀式。なんかすごいわからない地名がいっぱい出てくる。タマゲリア。不安です。旅自体は廃墟の古城に行くだけですので。アリアさん可愛いな。心配はいらないでしょう。でも私なんかに王位の座を受け継ぐ資格があるのでしょうか。姫様は着刀の王位。ちょっとあの髪の毛、前髪が揺れてるのがちょっと可愛いですよね。反逆罪に問われます。心配いらないですよ姫様。おバカな貴族たちは。すごいな、肩揺れてる。誰が君主になろうとお構いなしです。みんな自分たちのことしか頭にないですから。ジェロム、むやみに貴族を罵倒するんじゃない。書記官ならそれに見合った言動をしろ。書記官なんだ。お前の言動一つ一つが姫様に害を与えかねない言い過ぎだろ。へん、僕たち以外誰も聞いてないんだから。ちょっと飛ばしていきましょう。二人とも喧嘩しないでください。ごめんなさい姫様。はい、姫様の言うことに従わないか。ジェロム、いいえ気にしないで。前髪微妙に揺れてるわけではないのか、これ。姫と呼ぶ。承知いたしました。アリア姫。ティラ。姫って呼ぶなっつっただろう、ティラ。くらいでしょうか。闇が深まる前には到着したいですね。うん。だんだん日も落ちてきて。心配いりません。地図によればあともうすぐ。目の前に怪しい模様が描かれたトーテムが現れた。英雄のメンタルはしっかり管理しましょう。メンタルが下がった英雄は能力値が変わり自分勝手に行動したり。あー、 AI なんだ。二人とも怪我はないですか。なるほど。ちょうどし、アリア様こそお怪我は、お怪我ございませんか。私も大丈夫で、このトーテムは、わかりません。これはあれかな、最初の敵になるのかな。見ているだけ。この模様どこかで見た覚え。何かの罠かもしれません。まずここを離れましょう。早くここ。ステージの端にある矢印マークは、該当方向に移動することができるということを意味しています。矢印マークにカーソルを当てると移動ボタンが活性化します。まあ、ボタンを長押しすると移動します。なるほど。調べる、正体不明のトーテム、わだかもしれません。ひとまずそこを離れましょう。とりあえず移動して離れればいいのか。移動ね。はいはい、アリア様は王宮にいらした時戦闘訓練を受けられましたか。はい、森の中でモンスターや山賊が現れたら戦闘が避けられる状態になると。なるほど。お守りする。だから多分ティラが AI なんだろうな。
はいはいはい。体制転換で攻撃と防御2つの役割を果たす英雄。自分ね、これ。ああ、アリアのジョブを決定してください。あ、そうかそうか。戦士にするか。パラディン。回復能力を持ち合わせている。ああ、双剣ね、ローグね。毒と発煙弾を使用する。切り裂きで出血状態。ああ、メイジね。魔法を使う。火、氷、雷。闇魔法を使うのがウォーロック。デバフ魔法をかける。ああ、遠距離攻撃ね。まあ、ありますよね。めちゃくちゃ種類あるんだな。12種類。ああ、サポーターね。ドルイド。プリースト。あ、光魔法を駆使する。まあ、僧侶みたいなもんだね。文句。回避能力ね。まあ、文句素早いってやつでしょ。ね、武道家みたいな感じでしょ。で、コック。コック来る？味方を強化回復。連打攻撃を使う。コック戦うんだ。追放者。強戦士タイプの近距離攻撃の英雄。狂乱ね。で、チャーマー。不思議な光量でランダムにバフ効果を。あー、バフね。デバフじゃなくて。で、治癒の舞。なるほど。まあ、可愛いけどな。これが一番可愛いわ。見た目はね。そうだな。どれにしようかな。まあ、ここは無難に戦士、この辺り、パラディン、ウォーリア。パラディン魅力的ですよね。火力能力を持ち合わせて、敵を切れさせることもできると。まあ、ここは強戦士行ってみます。強戦士。これ多分、初見で誰も選ばないでしょ。強戦士。先を急ぎましょう。で、西と東ね。じゃあ、東に行きましょう。え？お、あそこに何か見えます。かがり火。日に当たって、あ、かがり、焚き火か、え、焚き火じゃないよね、かがり火、焚き火か、あれ、焚きではないよね、でも、まあいいわ、どうでも、完全に回復し、あ、なるほど、だからここ覚えておけばいいんだね、ここに戻ってきたら体力が回復と、ダンジョンをさまよう暗黒の魂たちから守る効果もあると、なるほどな、はいはいはい、スタミナを得る、完全回復ね、OK、ここは覚えておくと、まあでも休憩しても意味ないから行きましょう。ここ、あ、ちゃんと出てくれるんだね、マップに。焚き火のところは。OK。ということで、北に移動します。光線に突入します。さあ。レンジャーは遠距離だから、とりあえず、手前の敵。ノッキング完了です。スキルは何持ってる？エレメントの矢。味方を対象、エレメントのスキルを強化。応急処置、味方を1人回復、出血状態を解除。なるほど。これはこれで、はいはいはい。アリア様を狙う者は誰だ？逃げ場はない。え、回復された。意外。任してください。任してください。アリア様を狙う者は砕けろ。さあ、はいはい。 で、スキルあ、違う。マジか。応急処置しっかりしてください。我らの盾が城壁となり、砕けろ。OK。 粉々に砕けて、はい。さすがです、アリア様。すごい、自分がとどめを刺したのにアリア様に花を持たせる。さすがね、アリア様と言わせる。さすが、もう手下の鏡だな。手下っていうか部下の鏡。レベルアップなさった。新しい特性活性化。わかりました。それは、なるほど。無視。メニューボタンを押すと英雄のプロフィールが開きます。特性タブから特性を活性化しましょう。ん？英雄ボタンを押す、特性の活性化ね。アクティブ化する特性を選択してください。霊弾、霊弾ね。で、進軍、
クールタイムが1減少、冷静、攻撃が外れると次の場面で命中率。これはパッシブなのかな、アクティブ特性というのは多分もともとある能力なのかな。よし、道を確保しました。任務完遂です、ね、先に進みましょう。お、初めの一歩クリアした。 OK、 いずれかの起用をしてください。お、町に着いた。まあ、ラテブラ、美しい町。申し訳ございません。なるほど。タイでは両親ご挨拶に伺いたいと思います。両親様どちらにいらっしゃるのでしょうか。邸宅にいらっしゃいますと。なるほど、ありがとうございます。まあコロナでね、家にねいないといけないですからね、ステイホームですからしょうがないわ。そら、イバンが一行から離脱しました。村会館へ向かいましょう。これで迎えるのか、便利だな。いらっしゃいました。スティーブ、私はタイラー領主にご挨拶に参りました。タイラー様は今は誰とも会いたくないとおっしゃっております。この方はタマゲリアの姫アリア様だ。なんか嫌だな、タマゲリアの姫って。なんか姫の申し出を断るならそれなりの理由を述べるのが礼儀というもの。タマゲリア、アリア姫様、これは、いいえ、先に身分を明かさなかったのは私の。両様はどちらに。姿を消された。詳しいことは私にも分かりません。突然姿を消してくれ。どこだ、家の中どこにいる。抵抗や争った形跡は残っていない。なるほど、唯一この金か。メモ、確かに奇妙。この模様が何か、森で見たトーテムの模様と同じです。なぜこの模様がここに。これは一体どういうことでしょう。ま、どういうことでしょう。タイラー様に何か良くない。タイラー様が失踪した事実は、だいたい良くないことだよな。人たちの混乱を招かぬよう、まだ公にしておりません。もしも、お亡くなりになられてもいたら。心配なさらないで、スティーブンさん。今は無事であることを祈るしかありません。私たちも村を回って何か手がかりはないか探してみます。腰に手を当てた。ありがとうございます、アリア様。なるほどな。助けが必要になりましたらいつでも申し付けください。なるほど、怪しい事件ではありますが、あくまで我々の旅の目的は巡礼と。でも、なるほどな。旅で起きるすべての出来事が私がタマゲリアの王位を継ぐ資格があるかどうかを判断するためある。あの当店をもう一度調査する必要があります。今あれだけが唯一の手がかり。なるほど、戻るのか。酒場でそれぞれの任務を果たしている。酒場で仲間を探すって。なんかかしこまりました。なるほど、おい、訪問者の記録とタイラーの形跡を調査しておけ。幼くして初期間酒場。いらっしゃい、どこでも空いてる席へどうぞ。はい、私はアリア。そうでしたか、首都からの。こちらはタマゲディラ、会う人すべて挨拶をしていても承知いたします。傭兵を雇いたいんだが。傭兵とは。不老の冒険家。この近くの森を調査する相手。護衛なら難しい仕事ではないですね。あち、なるほど、これで雇えるのか。ジーン、メイジ、レンジャー、オルネラ、ブリース、プリースとコック。メイジ雇ってみる。100ゴールド。え、これ何人雇えるの。プリーストも雇ってみる。あ、全員雇えるんだ。あー、全員雇うか。はいはい、早速出発しましょうと。おい、
装備と消耗品の準備をした方がいいと。なるほど。失礼します。私がこの店の主、エマだ。この方はタマゲリアの姫、アリアス。ティラ姫。うん。ああ、陛下の若い頃、昔パトリック王が王位の座に着く前。なるほど。ああ、キッさんの言う通り、私たち巡礼の旅。巡礼の旅か。姫さん、村の外の森を探検。それならモンスターたちと戦うための。なるほど。これでも全然来ていない体なんかな。出発。なるほど、こういう感じか。神は私たちと共にあります。うわ、めっちゃ大所帯になったな。とりあえず、留意点を申し上げてもよろしいでしょうか。移動したい特定の行動を取るとスタミナが消耗されます。スタミナが切れた状態に任務を遂行すると英雄たちのメンタルが損なわれます。英雄のメンタルが下がり、ひとり状態に陥ると自分勝手に行動すると。なるほど。なるほどな。だから別にヒットポイントが減ってなくても焚き火に行った方がいいってことね。スタミナはダンジョンを探検するための資源となります。ダンジョンは全ての行動によってスタミナが消費されますと。なるほど。だからここで一旦、やっと一息つけますね。はい、一息、これはしといた方がいいってことね。はい、敵です。で、必ず敵に会うところは会うと。あ、で、増えてる、ね、なるほど。パーティーによって敵も増えると。俺の番ですね。さすがロングソード。くらえ。なるほど、これオート戦闘とかできないのかな。オート戦闘めっちゃ集中攻撃されてる。オート戦闘があるはず。オート戦闘、我らの盾が城壁となり、必ず王国を守る。オート戦闘ってない？あー、退却か。これ戦闘スピード難易度ノーマル。あ、いつでも変えられるってやつね。オート戦闘ないのかな。ないのか。ちょっと待って、操作の仕方。何もない。まあとりあえず砕けろ。はい、砕けろ。 OK。 神の教えに従います。神の怒りに触れた罰です。私の番ですね。はい、俺の番ですね。はい、捕らえたぞ。はい、はい、中、はい。お、気絶、気絶に考えたキャラクター行動できない。なるほど。私の番ですね。お、気絶回復した。ヒットポイント回復ってあるのかな。ないか。火の矢バーン。お、やけど。私にも機会をお与えください。で、治癒の祈り。彼らの祝福を。 OK。私に任せてください。いや、敵を倒しました。俺に任せてください。くらえ。さあ、この時を待っていました。はい、レトゥンノンオムニアフィル。またしても勝利ですね。何を言ってるんだ。 OK。 一括入手。焚き火、焚き火。なんだか怪しいですね。怪しい。
これは怪しい、確かに。おお、やった。全然怪しくねえじゃん。お、あそこに誰かいます。数が多いですね。みんな同じ仮面をかぶってますよ。なんだか嫌な予感がする。ご報告に参りました、ベイル様。なんだ。ベイル。すべて計画通りに進んでいます。なんかラスボスの前の手下みたいな。しかし、設置場所の一つが旅人らに見つかったため、そちらは回収いたしました。旅人？なぜ始末しなかった？それがただの旅人ではなく、ああ、なるほど。騎士がおり、騎士でも何でも数の力で押し倒せば叶うものは。アクサム様、出た。悪の親玉。俺たちの薄っぺ。アクサム。俺たちは大義のために動いていることを忘れる。承知いたしました。何をしている人たちです。静か。愚かな奴ら。ああ。ジェロム。気づかれてしまったみたいです。俺はアクサム様のところへ報告に向かう。なるほど。あいつらはお前らで処理しておけ。お任せください、ベイル様。仕方ありません。戦闘の準備を。おお、そのまんまだな。私に任せてください。ここは身をむしる。物理ダメージ8当たり、自分の人が低いほど追加ダメージを与える。低くないからダメと。ダメージ吸収も違うな。まあ、とりあえず普通攻撃でいいか。いや、あの方の降臨だ。ちょっとね、マウスを変えたからな。ゲーミングマウス変えたんですよ最近。なんか操作しづれ。マジか。そして昇天の道を歩むの。忍武器やばい。とりあえず、あ、保護した。必ず王国を守る。なるほど。聖戦士の一撃。で、これで、エレメントの炎、いや、エレメントの波行こう。あれ？スキル、エレメントの波、雷行ってみる？ドーン。お、感電。スキルが使用できなくなる。ああ、これ特性を覚えないといけないな。え、ちょっと待って。こいつは、治癒の祈りだな。OK。私の番ですね。いや、これで死ぬ。こいつすごい、あれだな。そして昇天の道を歩むのだ。俺に任せてください。はい。アリア様を狙う者は誰だ。よし、砕けろ砕けろ。粉々に砕けて。あ、OK、はっ、あ、しまった。神の教えに従います。全然。神の怒りに触れた神の慈悲を敵を倒せば倒す。まあまあ、まだ余裕ですね。 OK。 え、ひとまず片付いたのは、こいつの正体を突き止めましょう。え、傭兵集団。なるほど。さっきなんか反応してなかったティム。ティムはなんか知ってそうな気がするけどな。正体ものフトカメを獲得した。あ、でここで調査が終わったと。実績のロックも解除した。 OK。 ふう、こんな感じか。まだ村にいらっしゃったのですね。もうとっくに廃城へ出発されたかと。なるほど。それが、これは、これはって言った割には何も知らないんだな。仮面をつけた悪者たちが全く。服と仮面は、こいつがなんか知らせてるんじゃねえか、仮面に。今さんもですか。絶対こう裏切るパターンあるじゃないですか、RPG で。エヴァさんってあのタフなおばあちゃんですね。ああ。それが。なるほど。ありがとうございます。アリア様、ご命令を。エヴァさん。エヴァさん、物知りだからな。これは。あ、これは知ってるな。汗出た、汗出た。一度滅びた何かが復活してるとか。教団の象徴、
魔王エニアリオスのことは知ってるね。魔竜。はい。なるほど。ああ、教団ね。なるほど。狂信徒集団の一行。なるほど、うん、彼らは旅人を収益しようとしていました。仮面と同じ模様がかかってとても設置集団の中にはベイルというリーダー、そしてアクサムという名前も出てきたと、うん、なるほど。でもティラどこまでも正義感の塊だな。それは巨木の森に以前教団が集まっていた軌道がある。なるほど。ありがとうございます。いいんだ。村人たちは話しかけてみるといい、はい、なるほど。はいはい。そんな、うん、ああで、ここでまた雇用しないといけないってこと？多分そういうことだな。ドリス回復はいるからな。よし。で、聖堂に行く。あれ、ここ今日はミサ礼拝堂では静粛に。ああ、神父様ですか。ラテブラ教区担当の神父ルーカスと申します。こちらはタマゲリアの王位継承者アリア姫。アリア姫、うん、このラテブラにいらっしゃったとお会いできて巡礼の旅を進めるには神の神父様のご好意に。ところでキラさんは神父様に対して何です。騎士団と教会はもともと一体だった。そうなんだ。神父様は規律上私より高あ階級秩序こそタマゲリア。雑談なら外でなさってください。もう申し訳ございません、はいはい、でもやっぱり礼拝堂はお昼寝。ジェローム、お前はなんて不謹慎。お祈りくださりありがとうございます。はいはい。で、英雄祝福。アップグレードもできるのか。なるほどな。初期は 10% 軽減、祝福が2回になります。なるほど。で、これはもうスキルは、スキルはじゃないわ、どれだっけ。特性はつけた状態ね。 OK。 一度雇ったものは全部特性が外れるわけではなくて、だからこれ育てた方がいいんじゃないか。同じ人を雇ってね。早く出発しましょう。分かってるよ。敵を制圧しました。敵を倒せば倒すほど知識も増えていきます。だんだん慣れてきた。アリア様、ん、目標地点に到着いたしました。なるほど。我々はその教団だ。さあ来た。おお、なんかでけえ教団のやつがおるな。ヒットポイント80。え、俺に任せてくださいね。よし、まあとりあえず防御体制を取っておく。で、これはうわ、ヒットポイント3か。生命力吸収、振り付け、身をむしる。審判の日だ。あ、そこまで強くないか。そこまで強くないか。必ず王国を守る。浄化、全効果の解除。あー、治癒のオーラ。あー、なんかバフつけようか。バフ
光の武器。この時を待っていました。でこいつは神だれで光栄をやる。感電ドン。めっちゃ食らうな。治療をお願いします。俺の番ですね。めっちゃ食らうな。どうしようかな。ここはとりあえずアーマー破壊でドン。私の番ですね。でここであえて、あーそうか、ミオムシルできないのか。ここは出血させて、そして昇天の道を歩むの懺悔しよう。そして昇天の道を歩むの出血です。アリア様を狙う者は誰だ。でここはもうドンと。私にも機会をお与えください。でこれやばいな。ちょっとアイテムの方にしよう。ポーションにしよう。やばいな。祝福を。私の番ですね。でここはこいつはもうひたすら光栄をやる。それドン。首を突き出せ。オッケー、ナイス回避。俺に任せてください。あー無差別攻撃。いや全部回避するんかい。私の番ですね。全部回避されるんかい。ここは身をむしる。いやドン。審判の日だ。懺悔しろ。そして昇天の道を歩むの。アリア様を狙う者は誰だ。さあ罪のハンマー。あ回避か。厳しいな。治療の恩赦を受けなさい。私の番ですね。厳しいな。はドン。首を突き出せ。おい俺の番ですね。おいせいってなんだ。あなるほど。あ高いほどか。全然高くねえじゃん。反撃なるほど。あー普通攻撃は阻止。マジか。やべえ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 。神の教えに従います。治療の恩赦を受けます。オーケー。クリティカル来た。クリティカル来た。やられとるかな。アリアさんか。難しいな。切りつけ。うわ回避。懺悔しよう。そして昇天の道を歩むの懺悔しよう。そして昇天の道を。なるほど。アリア様を狙う者は誰だ。これは困ったぞ。この時を待っていました。あドン。審判の時が来た。我慢。うおえい。誰の番だ。理不尽。次は誰の番だ。やべえやべえ。理不尽理不尽。でここでとりあえず主役を。でなんかー昏睡状態を解除。そして昇天の道を歩むの審判の日だ。アリア様を狙う者は誰だ。ちょっと待って、なんかないのかな。守護の攻撃。首を突き出せ。うわぁきついな。俺の番ですね。
攻撃耐性ドン。私の番ですね。あー困った困ったぞ。回復しとくか。あちょっと待って、むしろよいしょ、審判の日だ。オッケー。懺悔しよう。そして昇天の道を歩むのだ。アリア様を狙う者は誰だ。でここで普通に攻撃。よし。私にも結局それが一番の近道。ドン。この時を待っていました。こいつはもう、あ、ちょっと待って、普通に攻撃。 OK。 ナイスだナイスだナイスだ。ドン。私に任せてください。いや、私を OK。 アリア様を狙う者は誰だ。逃げ場はない。私にも機会をお与えください。罪の報いを受けるがいい。この時を待っていました。それ炎やけど。俺の番ですね。くらえ。ドン。昇天させ。あーやっとだ。7分かかった。おで肩入れザーマー手に入れた。よし。くそ。おい、なるほど。我々の先導者、昇天の道を見せてくださった方、行き絶えたようです。昇天の道、狂信との言葉に身を貸す必要はない。あの、どんな些細なことも調べるべき。神の恩恵のおかげで、やった、実績の解除した。ユーロチャンネル。お、レベル4に到達して必殺技が使える、なるほど。戦況を覆すことができる強力なスキル、なるほどな。敵にダメージを与えたり味方の体力を回復させるときに使えると。おお、レベル4で必殺技、オッケー。私の番ですね。一回使ってみる。踊る。一緒に踊りましょう。おお、いいね。おい、俺の番ですね。おお、なんだなんだ、回ってる回ってる回ってる。必殺技状態なのかなこれ。ジョリア、私の番ですね。ああそうだな、はい、私の番です。ずっと回ってるんだけど必殺技。お前は私が倒す。私にも機会をお与えください。罪の報いを。よいしょ。めっちゃ回ってるんだけどな。神の教えに従います。これってあ、違う。治療の恩赦を受けなさい。オッケー、クリティカル来た。もう一度行きましょう。ご飯の時間ですよ。やべえな。回避。私の番です。私の攻撃を受けてみろ。ダウン。おい、私に任せてください。はいはいはい、もうこれでなんかすっと回ってるからあれだけどな。頑張りましょう。じゃあ私に機会をお与えください。えい、よいしょ。私に任せてください。はっ、 OK。 敵を制圧しました。ご飯は全部食べましたか。神が私たちをお送りになったのです。あの、なるほど。それはおい、まあ休んだ方がいいよな。
ゆっくり休んでください。でここで休むはどこだ。ひどいありさまです。少し休ませてください。なるほど、はいはいはい。だから結局これ入れ替えないといけないってことじゃない。これ休憩させたらメンタルが回復すると。なんでほぼほぼメンタルがいいやつを入れないといけないんじゃない、これ多分ね。よし、どういうことでしょう、多分ね。何でもおっしゃってください。私は従います。うん、主君に従います。でこれで多分、うん、なるほど、クエスト選択か。でこれ多分ちょっとレベル落としてもう一回やって、うん、お、アリア様村で休んでいたんじゃなかったんですか、うん、ああ、マジで、ありがとうございます。ああ、なるほどな、はあ、これからが始まりです。でこれで多分こう冒険していると、私に任せてください。はいはいはい。でまあとりあえず倒す。くらえ、ご飯の時間ですよ。これで元気出してください。こっちか。私たちの盾が上手じゃない。お前は私が倒す。よし、ここはもう行こう。OK。栄光の勝利です。危ねえ。私強くなりました。お、パンチドランク。神の恩恵のおかげで。お、クエスト完了。苦難を乗り越えられました。俺に限界なんてありません。OK。なんかめっちゃ。神のご恩に感謝いたします。爪噛み。はい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 。でこれで普通になってクエスト終了と。でこれで多分帰ったらメンタルは一時的に超良好まで上げることができる。でこれで多分パーティーを見るとある程度回復してるんじゃない？うん。さっき明治さんあれだったけど、はいはい、これに花瓶にちょっと回復してるよね。なるほど、こんな感じか。でちょっと錬金見に行こう。錬金、錬金装備がだいぶ傷んできた。装備製作、新しいものに変えたらどうだい。あー、インゴットがない。装備購入、購入をしつつになるけど、アイテムを製作。何を伝っておる。探検に必要なものは何でも揃っておるぞ。ポーション的なもの、あ、まだ作れないのか。なんか覚えるのかな、レシピを。でこの鍵をある程度取っとかないとダメだし。なるほど、今アイテムは制作できない。あー、ちょっと待って、アイテムを買っとこう。とりあえず変えるだけ買っとこう。洗濯バサミもいる。あー、シャベルもいるよな。でこれアイテム実験室をアップグレードして、あー、人間に必要なものは何でも揃っておるぞ。でまたこれ追加製作アイテムが活力ポーションを使えるようになった。回復パウダー、あー、なるほど。
25% 回復っていうな感じですかね。で、欲しい武器や防御装備があるなら、はいはい、何でも作ってるさ。なるほどな。でアップグレードで、まあ武器を買った方がいいのか、アイテムを買った方がいいのか、結構ゴールドカツカツになりますねこれね。はい。そしてクエスト昇天の道を求めてはレベル4なんで、多分まだいけないと思う。はい。反復クエストを行いながらになると思うんで、はい、またクエストをこれどっかで引き、お待ちしておりました。はい、ここでまた引き受けられるんじゃない、はい、はいはいはい、ここの警護モンスターが騒ぎを起こしています。はいはい、でこれも多分繰り返しクエストでしょ、あ多分ね、さっきやったやつだもんね。っていうな感じでこう強くしていな、しながらまあクリアするという感じですかね。ピンポンパンポーン。はい、実績ですが今のところまあ3つしか解、除してないですけれども、まあ新しいことをすれば、実績が解除しますね。戦闘系とか、まあ、反撃で敵を倒したとか、はい、敵を50回殺したとかっていうのもありますし、で、物語を、進行していけば実績を解除して、一応それぞれの難易度で物語、実績解除できる感じですかね。難易度イージーをクリアしたとか、ノーマルをクリアしたとかあるので、はい、討伐クエストを全て完了したとか、まあそういうこうやり込み要素で、実績を解除するものももちろんありますね。はい、以上いかがだったでしょうか。アリアクロニクル、まあなんか全体的に完成度が高くてなかなか面白いですね。でこういう教団と、その姫を守る姫とその護衛たちの戦いという分かりやすい構図で、まあ完全懲悪のストーリーなんで誰でも入っていけると、結構全てがなんか高次元でまとまっていて、まあとても1840円とは思えないクオリティでできるんじゃないかなと思いますので、皆さんもやってみてください。まあフル音声日本語に対応してるっていうのがね、またいいですよね。はい、ぜひ、懐かしの、パーティー制 RPG、JRPG 楽しみたい方おすすめですので、またプレイしてみてください。ということで、今回はアリアクロニクルを紹介しました。またなんか新作ゲームあればどんどん紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録グッドクリックお願いします。ユーロでした。バイバイ。Wherever I go, wherever I see, I remember.